こんにちは、一条です。本日はどのようなご相談でしょう。仕事のことなんですけれども、はい、自分の好きなことを仕事にしようと頑張ってきたんですけれども、思うように生計が立てれなくて、でも楽しくて辞めれなくてずっと続けてるんですけど、最近はちょっと頑張ったらすごい体に来るような感じになってきて、つまり今のお仕事のやり方に何かヒントがあればっていうお話でしょうか。はい、そうです。では、今されてるお仕事のことをたくさん思い浮かべてください。楽しいこと、問題なこと、そして、今困っていることなどをいろいろ描いてください。では始めますので、お声をかけるまでお願いします。はい、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。はい、今のお仕事は、はい、とっても、はい、にとっては、これから成功に導いていけるっていうふうにしています。このお仕事って、何人でされてます？今は一人ですね。なんか、信頼できるご自身のパートナーのような方と一緒に、できるとさらにいいっていうふうに、出ているんですけど、心を打ち明けられるお相手っていらっしゃいますか？まあよく相談するのは旦那さんにすごい相談はしているのと、はい、あと最近もちょっとお友達と服のブランドをやろうっていう話を出てて、洋服のお仕事をするっていうのは、うん、今のお仕事と二重で重なってできるお仕事なんですか？まあ全く別の作業にはなるんですけど、まあ、並行してやっていきたいなっていう。はい。ここにそのジャッジメントっていうのが出ていて、なんか新しいその声を新たに吹っ込んでくれるものがあるっていうお知らせが出ているんですよ。で、それがもしかするとそのお友達のお誘いであるのかな。そして新たに始められるっていうことで声が出ていて、そのつながりでまあ自分が信頼できる方とかそういう方と一緒に社会的にやっていくといいですよっていうのも出てるので、そのお友達がパートナーになっていくっていう部分も見えますね。はい。で、最初はもしかすると、なんとなく、心が、心配なことが出てくるかもしれないんですね。でも、そこはきちんとコミュニケーションを取ることによって、乗り越えていけますので、そこでめげないで、もう一つの、この仕事ってどういうお仕事ですか？手作業でアクセサリーとお財布とカバンを作っています。はい、夢のあるお仕事じゃないですか。ファッションとか、そういう部分で、割と考えるときに、想像的に、ちょっと行き詰まったら、夜空を見て、星を見ることとかで感じることがあるんですよ。とそこから何かが見えるっていうきっかけになりそうなので、そこからそのお友達と成就して成功に導かれるっていうふうになっていくので、どちらかというと一人じゃなくてその方と手を結んだ方がいいかもしれないです。二つのことを、バランスをとってやっていけるっていうふうなことも出ているんですね。逆に一つだけじゃなくて、やっていくことがヒントになりそうですよ。時々、旦那さんのお仕事を手伝ってるんですけれども、それも一緒にやりつつとかでもっていうことなんです。ご主人のお仕事はどんなお仕事ですか？飲食ですね。ここがすごく読みが難しくて、お友達とのパートナーとも読めるんですけど、男女の方がどちらかというといいんですよ。ご主人の方の力の方がもしかするとパートナーとしてはさらにいいのかなとも見えるんですよね。ただジャッジメントは2人とは限らなくて、複数の家族的な信頼できる人々のそういう集まりを言いますので、そのお友達もそうですし、一番いいのはきっとご主人ですね。パートナーとしてはご主人の方と手をつなぐのが一番いいです、はい、けど一人じゃない方がいいっていうことが鍵です。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。今はすごいいろんな変化がある時期で、今回相談させてもらった
ことがすごいなんか自分の中で今から進んでいく上でお守りになるような気がしました。